はい、こんにちは。はい、どうもよろしくお願いします今日はですね、明日サイエンスショーが徳島であるので、徳島の鳴門に行くんですよね。そうです。そうそう、鳴門に行ってサイエンスショーやりますのでね。鳴門が食べれるのか、まず、ね、あ、そっちね。そうですね。こっちのかまぼくの鳴門ね。そうですね。はい、はい、ちょっと今日はそんなレポートをしたいと思います。はい、楽しみにしてください。今回はですね、僕、サイエンスショーの担当ということで、大変ね。こういうね、分厚いファイルを持ってね。これまだ薄い方です。薄い方ですか。これ薄い方です。はい。ね、宿泊の手配。このポスターのチェックでサイエンスショーのネタ決め、このね、サイエンスショーの台本作りとかね。行ってからのご飯のところとかね。こういうのもね、手配とか、こう、今日できるか。楽しみですね。集合時間。3時50分に集合です。まだ20分ありますからね。あ、そっか、うん、僕ここに2時40分からいますからね暇ですか？バスが1時間に1本しかない。 あ、お疲れ様です。真夏の格好をした方が、うん、あ、もうサイエンスショーやる気満々の。いやいや、春でしょ今南に行くんだよ。最低は7、8度ぐらい。肌寒いですね。ないか。え、こっちの牛だ。牛ですね。牛ですね。何牛ですか。すいません。はい。先生で最初だもん。お、あ、どういう感じね。すげえな。タクシーで暇だったから息止め競争やって。例えばなんか飲み物が揃いました。あ、揃いました。あ、でもダメ。あれです。まずあれを息止め競争してからじゃないと。息止めがありますか。まずじゃあ記憶行きますか。はい。じゃあ準備ですか。はい。じゃあ行きますよ。よーい、スタート。ピッ。さあ始まりました息止め競争でございます。みんな注目しております。息を止めております。10秒経過。なんかね、素潜りの人の記録は7分でマジシャンの人は17分の記録だそうですね。普通1分2分できついと思いますけど、20秒経過まあその記録があるということは、まあ、2、3分はねいけるのかもしれませんね。はい、ありがとう。30秒経過。さあ息を止めて今30秒。まだね30秒ですから、まだだいぶ余裕があると思いますね。体を動かすとね、酸素を消費しちゃいますからね。基本的にはもう静かにしておくことがね、コツだ。はい。1分経過来ました。1分。1分来ました。ね、解説。じゃあ、1分30秒です。あ、1分30秒。さあ、いいですか。1分40秒。45秒。お、戻す。2分もいけるもん。ダメ。1分50秒。2分50秒。え、どうして？どうして？難しくない？いや、確かに。その感想が面白い。いや、もう来ました。3分。3分ですね。ということで、優勝は伝次郎先生でした。はい、お願いします。お願いします。通る。あ、ちょ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 、オープン。あ、これ違う。あ、何もない。いただきます。美味しい。熱い。これレポート。あ、なんか、阿波踊り踊ってそうな感じの。どういうこと？プリプリとした感じが。ダメだ。
全然ダメ。誰か見本見せてくれ。あ、私、OK です。お、いただきます。はい。お、熱いのに一口できました。うん、脂がすごい乗ってて美味しい。長見先輩、じゃあ見本してください。でも、大踊りです。なんとかの宝石箱選ぶ。どうですか、青鳥。青鳥、うまいですね。鶏の味がちゃんとしっかりして柔らかいです。ちゃんと箸でも切れる柔らかさで、肉がね、はい、どこ取ってんだよ。エンクさん、科学っぽい科学っぽい食レポですね。オープン。おー、素敵。これは、うん、泡牛ですね。あ、泡牛とキノコ。柔らか、これ。何食べてる？もうタンパク質がね、うん、もうアミノ酸に一瞬で分解されたような、うん、味が舌の中にね、味覚の中に染み込んでくる感じですね。こっちに全然染み込んでこない。何でも食べていいんだよ。次お刺身行きたいんですけどね、うん、マグロのお刺身。このまま食べるんじゃね、面白くないんだよ。火で焼いてね、この固形燃料で焼いてですね、炙って食べようと思うんですけどね。これどうして炙ろうと思ったんですか。これね、炙るとですね、タンパク質が変性して硬くなって、つって今火を加えましたね、追加で。これが美味しくなるのかどうかをちょっと実験したい。なるほどね。カツオのたたきね、燃やして、あの箸の紙でね、ちょっと巻くやつね、箸の紙これいい感じですか。と炙られてますか。いいじゃないですか。いい感じでね、煙も出て。いただきますよ。うん、あ、なんかあの固形燃料の香りがなんか化学の味がしますね。すごい美味しい、美味しくなってます。おすすめできる。これね、やってみたら多分ね、病みつきになるかもしれない。どうしようかな。これで。これ、はい、先生がなんか美味しいご飯作ってくれる、うん、やっぱり四国ですからね。四国ですね。四国だから四国ですね。やっぱ白身ですよ、四国ですからね。あ、白身ですからね、四国だから。わさびもね、はい、あの多めの方がもっと、私は皮を食べるんですね、これ。あの皮に栄養もあるしね、リモネンもあるから。そうですね。そうそうそう、わさびもね、やっぱりあの、これちょっとすごい四国感満載なね。四国感満載な、はい、ありがとうございます。はい、いただきますね。こんなの化学反応ですごいわ。うん、あ、サクサクしたすだちを噛んでる感じが、すだちの顔の香りが香ってきて、うん、わさびがいい感じに混じって、そこら辺の、あ、シソと、わさび入ってるけどな。わさび入ってる。うん。どうした。高いの方も400円する。400円。なんか。300円なんですよ、だって。口。口の中であの化学反応が起きて爆発したんですけどね。あ、すごい。徳島の美味しさを味わ、一度に味わった気分。白身魚とすだちの香りと近くない香りと美味しかったです、これね、混ざって。あ、ごちそうさまでした。人参に豆腐に、はい、これきついよ、これきついよ。不思議な食べ物ですね。まあ、科学はイノベーションですよね。いや、きついよ。いい食レポにはなるけど。それは何ですか。徳島の人参と豆腐とすだちの半分、そしてなぜかわさび、徳島のわさび、そして塩。やっぱ好きだね、うん、茂野にさ、あのもうちょっと体験するスタイルいいから、
どう？そっちに持ってけ。これね、あんまり食べ物を、うん、食べ物だ。食べ物ですね。美味しかったです。ねえ、なんだこれ。酸っぱいシリーズ。でも美味しいものが混ざってますから。美味しいものと美味しいものだから大丈夫。超面白い。超可愛い。梅と、うん、あ、レモンに梅肉。あ、おお。これ、あ、僕がですね。これはちょっと主役は。血液さらされないそうじゃん。不思議な。血液さらされないそうな。こっちに回ってきましたけど。あ、レモンと。あ、レモンと。うん、梅ですね、梅肉です。なかなか食が進まない。香りじゃあ、きますよ。言いますけど。出さないけど。一口やらないでください。これは絶対美味しいんじゃない。うん。どう？ほら、美味しい。うん。もう美味しそうな顔してるもん。うん、すごい美味しそう。そっか、言葉も出ない。美味しすぎて多分言葉がないんだよ。阿波踊りっていう徳島のね、名産の。いただきます。ジューシー、うん、ねっとりとしたね、肉汁が染み出す感じの。うまい。まあ、うん、美味しい。うん、いや、徳島に来た場合に合いましたね。美味しかったです。